はい、今年初かな、ジオン寺親水公園に行きましたね。ハスはあもう成長してきてるけど、あ暑いんでね、鯉がすごい泳いでる。まあね、あの日陰、ここ日陰、まあ向こうトイレの真ん前なんですけど、ここでやろうかなと思います。今日はね、小物、小物をちょっとやっていこうかなと思う。小物は向こうだって言ってたら、ちょっとあの何リリーパッド系があるので、ここでいいかな。ちょっとここでやってみようと思います。つついてますね。落ちた人、落ちた。なんだっけ、なんかハゼの仲間。多分今のが釣れたってことは、もう随分そこについちゃってるってことなんだな、これ。ここはね、外したことがないですね、ここの公園は。やめて、散る、魚散るから。こいつばっかりだ、ぼちぼちばっかり。入れ食いとはこういうことを言うんだ。早すぎる。あ、早すぎる。この音が覚えちゃったんじゃない？ほら、よいしょ。もう何分でもうこんだけ釣れてる。あら、落ちた。いらっしゃるもんね。はい、こんな感じで小魚が釣れます。ジオン寺親水公園、もちろんヘラとかもね釣れるけど、今度はねちょっとあの大きいの狙っていこうかなと思います。釣れたらね動画、出します。釣りバカ奥様、赤いハートエガチャンネルさん、 YouTube チャンネル登録お願いします。 https url。やっとオールマイティの人さん、こんにちは、釣れそうですか？あの小物がアホみたいに釣れるから、今あのグルテン1個つけて落としてるんだけど。あっとたくみ、やっとオールマイティの人さん、お、小物飽きた、もう20分ぐらいでアホみたいに釣れるから、まあ、とりあえず小物釣れますって動画撮ったから、最後なんかグルテン丸めて。アットタクミ、アットオールマイティの人さん、ナイス、めっちゃ釣れちゃう。今日は来てる
私針抜きがあるんだけど、これ使う？何？針抜き。針抜き？うん、こうやってさ、ちょっと魚発射します。ああ。え？あげる。くれるんですか？うん、あの針外しですよね。そう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 。いいの？うん、わあ、すいません。この間にさ、どうしよう。針を。アットタクミアットオールマイティの人さん、奥の噴水が気になる。どうしよう、今年初めて来て。あれ、この前も来てたもんね。うん、前も来てた。あの、ワンちゃんとか、うん、あの、ね、アットタクミアットオールマイティの人さん、いただき物。なんかね、春日部の方でね、ちょっと及川やろうかなと思ったら、うん、台風の後で全然釣れなくて、ね、うん、で、ちょっとこっち来て、うん、じゃあ小魚釣って遊ぶかなと思ってただもうダメだ、小魚にこつかれちゃって、うん、ありがとうございます、マジで針外しもらったお箸ですからさ、ほらこうやって、あの外すやつツイキャスから、はい、来ました。あ、やっとこの時間来たよ。本当動画載っちゃっても大丈夫？大丈夫。じゃあよろしくお願いします。あの21歳の若い男の子になんかあの伝授いただいてるんだけど、え、差し支えなければなんかあだ名とか。何くん？ユージですね。ユージくん？そうですね。へえ、このぐらいでねって。そうか、いろいろ混ぜなくてもいいんだね。え、やっぱりこれ2つ透けてんの？あのバラ系とか1個だけ？うん、いつも針2つですね。ああ、針2つでワタクル2つ？そうっす。同じ硬さのやつを。で、まあ1個食わせみたいにして、付け方は同じですか？なんか適当で、で、こうちょっと段にして2つ透けて。全部で何個ついた？3つ、4つですね。あ、そうか、浮きを止めるに、そうか、うん、2つつけて。本当にいいんだよ、俺のあれをつけるんですよ。そこに今度重り、重りがこう、あっちこっち行かないように。これはなんて紐なの、赤いの？これはその手芸の糸です。あ、そうなんだ。百均で買います。あの刺繍糸？そうそうそう。あ、じゃあうちにいっぱいある。へえ、赤がいい。何でもいいですよ、色は。何でもいいんだ。へえ、あの釣り大会とかは行くの？釣り堀行ったり？ないですね、大会出ないですよ。大会出ないの？よくおじちゃんとかあの出てんじゃん、釣り大会とか。
重りを巻くやつ。そうそう、巻くんですよ。これ巻くのがあるんだ。これで。はいはい。にまたこう巻くんですよね、ここで。へえ、すごい。これはみんな何、普通こういうやり方なの、それとも自分で考えたの？うん、そう、みんなそうですよ。あ、こんな感じ？へえ。ヘラブナがこんな感じ？うん。へえ。針は何？なんてやつ？団子午後。あ、大きいね。そう、大きい方が。団子午後。これがサルカンね。その赤くてちっちゃいのは何？これはサルカンだね。サルカン。あ、サルカンなの？ちょっとね、うん、この掃除に袖を押すんですね。はいはい、うん、ちょうどんとこ、うんうん、毎日やってても楽しい。わかる。勉強なりますよ。あとやっぱりいろいろ教えてくれるんでしょ、みんなが。針は貫付き？うん、じゃあね、自分、あの、巻いてる。買わないんですよね。うん、自分で結ぶんだ。自分で結ぶ。ああ、結べな、私。ヘラのやつでも、貼り付いてるのある？ありますね。うーん。サロは何色持ってるの？私？これの他に、270と、3点いくつが折れちゃって、あれ、車の中に今270と4メーターいくつがあるかな、もしかして。え、 3.3 はないかも。これがまだ長い方で、こう11以上じゃないと、うん、壁引っかかっちゃうから。あ、壁がある。 3.3 メートル。なるほどね。10尺以上、だから3メーター以上。うん。あの、ヘラってみんな尺数だから。うん。まあ、グリーン、何色がいい？ピンクとグリーン？じゃあグリーン。グリーン。これ、YouTube やってるのは2人なんですか？種川さんと。トネちゃんはここから。うん。うんうん。秋野さん、福丸さん、福村さん、そう、あ、そうなんですか、タックルベリー。どこ、あの裏味噌のタック、どこのタックルベリー。タックルベリーに入れてんだって、すごい。これいただいちゃったんですよ。明日風があれだったら、また明日もあれし、あれか、来ようかな、じゃあ。はい、とりあえず、じゃあ、今日は小物がこんな感じで、はい、これ2回目ですね。それと、ちょっと暗くなっちゃうんだよね、さっき。はい、それと、今日はマブナ。マブナ、ここにちょっと魚逃げちゃってますけど。よいしょ。はい、こんな感じです。よくしてもらってありがとうございます。